始まりは青い春。
いやね、俺はエモいこと言う専門みたいだな。なんかエモいこと言えないんだよ俺は。とね、今日はまず来てくださった OB の方々にまずありがとうございます。ありがとうございます。ね、就活なんやらなんやらね、追われてる日々だと思うんですけど、まあ他の人もね、いろいろやりたいことにね、追われてる人々の日々があると思うんですけど、それでもね、僕たちをのバンドを見てくれて、僕たちの軽音部のバンドを見てくれてありがとうございます。エモいこと言えないって、そんなさ、ね、まあなんかね、エモいこと言うとね、なんかよく狙ってるとかさ、また俺が喋るとさ、なんかキャーみたいな感じでね、笑って、いやもういつも笑いで終わってるから、そうだね、こう俺はまあ感謝の言葉を言いたいかなと思って、ここでこの場をお借りして言わせてもらいます。まあ一人一人まず俺の MC を見てくれてありがとうございます。やっぱ1回1回の感謝って大事よ。感謝大事、あと言葉ってすごいですよね。伝わりますもん、言葉で人を傷つけたりとか、逆に褒めたりとか、いろんなありますけど、僕はその言葉で救われてきました。後輩やらその先輩やら、もちろん同期やらで、まあ、しんちゃん頑張ってるねとか、うまくなったねとかって、その一言でも俺は成長できたし、その言葉がなければ本当にここにいられないと思ってます。本当です、これは。ありがとうございます。あ、しゅんありがとうね、笑ってくれて。本当にありがとうございます。まあこの場でしか今日言えないんで、言わせてもらいました。本当に僕を支えて、自分を支えてくれた後輩、同期、先輩方、本当にありがとうございます。またこれからも頑張っていきます。まだ終わりじゃないんでね、なんか終わりみたいな感じだったんですけど、まだまだ僕たちは飛躍し続けていきます。もっともっとうまい演奏、そして、ああ今日楽しかったな、寝ようみたいな感じになれるような演奏を、届けたいと思います。まあ、その届けられるバンドが、まあ、今日のこのスーパービーバーなんじゃないかなと僕は思っています。まだあと組んでくれた3人ありがとうございます。じゃあ矢野に返します。思った以上に喋っててびっくりです。そう、もうね、引退なんだってあるんだけどね、みんな引退みたいな MC するからさ、今日文化祭なんじゃないかと思ってるんだけど、勝手に泣いちゃわないよ。やめろ。でもね、本当に今日55代の皆さんが変わったなって思える日ですね、この2日間か3日間も含めてもだけどね。昨日なんてね、俺の昔の MC を掘り返してまで MC してくれる、熱いこと言ってくれる男がいるしね、一つのミスを泣きながら本気で謝罪してくれるやつもいるしね。でもそのすごいことだと思うんですよ。でもそういうの見るとね、やっぱ成長したんだなって思う反面、もうすぐ俺らの番も終わるんだなっていう気持ちもあるわけで、うまいね。で、その残された時間で、俺がこの部活で何をしたいんだろうって考えることがたまにあるんですよ。あ、ありがとう。あるんですよ。でね、俺は順に今まで楽しかったな、楽しくやりたいな、楽しい場所でいたいな、ここがいい場所だからなって思っててやってたんですけど、それじゃダメなのかなって思ったりとかもしたりするんですけど、軽音部って、まあ、下の代も入れたらもう50年以上続いてるんだよ。54、55だから。続いてるわけで、もう初代の部長さんが何を思ってこの部活を作ったんだろうと思って、でもやっぱりそれは音楽楽しいからだと思うんだよ。音楽楽しいやってたりするし、憧れの人がいるからそういう人になりたいし、その仲間が欲しいからみたいな感じで集めたと思うんだ。そういうのを引き継いで引き継いで受け継いでいって、もう50年になって、もう俺の母親が一応生まれてはいるけど、本当に幼稚園生とかもそのぐらいのちっちゃい頃に二十歳とかのやつらがこういう場でわーわーやってるんでしょ。もっとあれか、ジャズロックとかそんなようなのなんだけど、だからそういう楽しくやることは別に悪いことじゃない、多分これが正解なんじゃないかなと思います。ごめんね。いいよ。じゃないのかなって思った。自分の今やりたいこととか、あれ何がしたいんだろうとか思って
てるのかもしれないけど、でも頭の中に持っていくことをがむしゃらにただやってればそれが何でもかんでも正解になると思います。間違ってることはないと思う、後悔する必要もないと思います。次の曲は私が大好きな曲です。27っていう私に引き継いでくれたロックスターだったよ。ロックスターを知った。まだ僕は生きてる。あなた僕のことを産んだ。いくつのことだっけ。少しずつ追い越していく。少しずつ追いついていく。埋もれる人でいたいな。大人になったんだ。Yeah.